こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。現在就役中の潜水艦の代替として、オーストラリアでは巨額な予算を要する計画を立てました。どの国でも同じだと思いますが、オーストラリアも自国での建造を目指していますが、その計画が遅れているというのです。オーストラリアは海軍の次期潜水艦を2016年4月、フランスに発注することに決定していました。ところが、最近、この決定には不服だという声が聞こえるようになっています。そもそも、このオーストラリア海軍の次期潜水艦の発注というのは、1996年から計6隻が就役しているコリンズ級潜水艦の後釜として、ワイの数を揃えた全12隻の新型潜水艦を建造ためのものでした。その総費用は約500億オーストラリアドルで、日本円に換算すると、なんと3兆9000億円という非常に高額なものです。まさに国の威信をかけたと言ってもおかしくないほどの巨大プロジェクトです。ですから日本はもちろん、世界各国の潜水艦を慎重に慎重を重ねて検討した結果、フランスに決定したという経緯があるのです。ちなみに、日本の海上自衛隊の双竜型潜水艦の建造費は1隻約650億円ですから、単純計算すると、双竜型潜水艦の60隻分にも値する。巨額の費用を計上したということになります。オーストラリアは前述の通り、2016年フランスの原子力潜水艦を通常動力型に置き換えたタイプを採用すると決定したのですが、ここに来てその遅れが指摘されるようになりました。理由は潜水艦建造に必要なオーストラリア・フランス間の戦略的パートナーシップ協定の細かい内容が確定せず、そのせいで計画の実行が難航しているというのです。安い労働賃金を目的に、海外へ工場や生産拠点を移し、自国の産業が空洞化するという問題は日本だけでなく、世界的な問題となっていますが、オーストラリアも例外ではありません。近年、オーストラリアは相次ぐ自国の製造業の海外移転、日本の自動車会社の工場の撤退などが多くなり、経済的にも政治的にも防衛のようである潜水艦を国内で建造する必要に迫られていました。例えば、日本の潜水艦を採用した場合は日本で建造することになるのですが、フランスが現地生産方式を提案したため、それがオーストラリア経済へ大きく貢献してくれるという政治的判断でフランスを選んだのです。それに加えて中国の働きかけがあったと言われています。というのはオーストラリアの今現在の最大の貿易相手国は中国ですから、この国は大切に付き合っていかなければならない相手です。その中国が隣国日本の潜水艦を牽制というか、忌避するような態度を示していたこともあって、日本を選定しなかったのだという説もありようです。この説は、その分野の人には納得されているようです。普段から何かとぶつかることの多い日本と中国。中国は日本を
目の上のたんこぶと感じているようにも思えます。オーストラリアに横車を押した理由は、中国が日本に大きい顔をさせてたまるかという気持ちだったのではないかと推測されています。しかし、この決定を脅かす事態が起きました。2018年9月、中国が圧力を増している南シナ海で、海上自衛隊の潜水艦、黒潮が訓練をしていたことが明らかにされました。この内容は、海上自衛隊の潜水艦と護衛艦による対潜水艦作戦を仮定した訓練でした。そして、実戦配備中の日本の潜水艦が南シナ海で行った訓練として、初めて公表されたニュースだったのです。日本としては、ここ最近、南シナ海で軍事拠点化を推し進めている中国に対して、日本が止めることができる抑止力を保持しているということを、あえて知らせるという目的があったための公表と推測されています。今回の訓練に参加した潜水艦は、海上自衛隊の5基地、広島県に、所属している親潮型潜水艦の7番艦である黒潮を、はじめ、他に3隻が参加していました。その3隻とは、それまで東南アジアの周辺海域で訓練を行っていた護衛艦、加賀、稲妻、鈴月です。これらの護衛艦や、艦載機であるヘリコプターがソナーを使用して、海中の潜水艦を警戒したり、見張ったりする哨戒活動を行います。黒潮は、その哨戒網をかいくぐって護衛艦へと、接近するという訓練だったといいます。こうした実際の訓練内容を公にすることによって、日本近海への圧力を高めている中国海軍に対するデモンストレーション効果を狙いとしたものと思われます。あるいは、日本の技術力や性能の高さ、充電にかかる時間が短縮されたこともメリットとして高評価を受けています。
からはこんなに優れた最新鋭潜水艦の技術を他国に提供することは危険なのではないかという不安がある声もあるようです。そのせいなのか、オーストラリアはリチウムイオン電池を採用した最新潜水艦が欲しいという希望だったのですが、日本側からは従来型のタイプスターリングエンジン併用型を提示していたのです。わかりやすく言ってみれば、技術の出し惜しみだったのでしょう。何と言っても、潜水艦の技術は国防に関わる機密情報の一つですからね。そして、日本の双竜型潜水艦を採用した場合ですが、メンテナンスは日本で行う必要がありました。と同時に、数多くの複雑な電子制御システムの更新もやはり日本がサポートということになっていたのです。ということは、多額の費用をかけた潜水艦が建造から管理までほとんどが日本頼りということになってしまいますから、オーストラリアとしてはいわば自国の防衛が日本任せというようなもので、と悩むわけです。日本とオーストラリアは包括安全保障協力協定2007年平成19年締結を結んでいます。しかし2050年代までの30年以上も収益させる予定の潜水艦が、このままでは製造元日本の管理下を離れられないことになります。つまりは自国で購入したのに、オーストラリアが完全に管理できないことになってしまいますから、これは了承できるはずがないというのは誰の目にも明らかでしょう。こうした点に鑑みると、黒潮の有能さを求める声は多いのでしょうが、現実的にオーストラリアがフランス製に変えて、日本の潜水艦を導入すると決断する可能性はかなり薄いというか、ほとんどないと思われます。とは言っても、フランス案の原子力潜水艦を通常動力に変更するという計画も、決して簡単なものではないようです。単純に、潜水艦の原子炉をディーゼル機関やバッテリーに、変更すれば済むというものではないからです。一例ですが、原子炉を搭載した時には不要だったシュノーケルや給排気機構などが、通常動力型の潜水艦にはどうしても必要な装備となります。そのためにスペースの問題や、他の装備品などについても移動や増減があるでしょう。となると、当初の予定した艦自体の規模などにも影響が出てくるのではないかと推測されます。これらの問題に対して、オーストラリアが最終的にどんな対応を取るのか、注目が集まると思われます。